はい。長野さん、はい。雪友アプリっていうのはどういったアプリなんですか？ありがとうございます。こちらですね、簡単に言うと、アプリで自分のスケジュールを登録します。はい、何月何日にこのスキー場に行きますと。はい、で、アプリ内で、共有します、アカウントを。そうすると、お互いのスケジュールが見えるという。そこから広がる夢はですね、はい、ちょっと、実際見ていただいて。はい、これがトップ画面なんですけど、はい、この、赤いところがお友達のマーク、はい、お友達のスケジュールが入っているところ。はい、で、青いマークが、自分のスケジュールが入っているところ。はい、で、下は、自分が登録しているスケジュールになるんですけど、どういうふうな使い方をするかというと、例えば、12月17日、ちょっと休みだから滑り行きたいなと思った時に、はい、あ、誰か赤ポチついてるから行くじゃんと思って見てみると、はじめさん47行くんだ。はい、しかもメンバー募集してる。じゃあ行こう。ちょっとはじめさん連絡しようって言って、この日はじめさんと滑ってもらえたら、楽しくなるじゃないですか。はい、一人で行くはずだったはじめさんと、僕が、スキー場に一緒に行ってワイワイするというようなアプリでございます。なるほど。こうやって予定を共有すれば、みんなでわちゃわちゃとスノーボードができるということですね。そういうことでございます。素晴らしいですね。はい、こうやって皆さんたくさん滑って、スケジュール合わせて、スノーボード、スキーを楽しんでもらいたいというアプリでございます。素晴らしいです。はい、ありがとうございます。